都営地下鉄大江戸線光が丘 E38 下車徒歩8分です。駐車場は1時間400円です。駐車場は車を251台止めることができます。白い煙突は光が丘清掃工場の煙突です。昭和18年の年末に日本帝国陸軍の成増陸軍飛行場として使用され、特攻隊などの訓練や出撃の場として使われました。紅葉が進んでいます。イチョウの黄色が鮮やかです。光が丘公園売店のパン屋さん、パンの種類が多いそうです。イチョウは東京都のと僕です。全長200メートルのイチョウ並木です。赤い木は楽雨蕉です。赤い実は花水木の実です。赤い葉は銅弾ツツジです。灯台が点火して銅弾になったようです。終戦50周年の1995年に設置された平和への祈りです。田中明作。光が丘清掃工場の煙突150メートルです。イロハモミジです。植物学ではカエデとモミジは区別していないそうです。
ジョロウグモのメスです。近くにオスがいるはずなのですが、いませんでした。食べちゃったかな？シデです。和名のシデは、しめ縄や玉串などにつけるシデのことです。土地の木です。栃木県の県木です。イイギリが赤い実をつけています。力芝です。普通の人では抜けません。バードサンクチュアリ、鳥のための神聖な場所です。中央にカイツブリくんがいます。カイツブリは全長26センチメートルの小型の水鳥です。関東地方では一年中見ることができます。潜水が得意で水かきのついた大きな足が目立ちます。芝生広場です。今日は暖かいので、園外保育児童が多いです。黄色いイロハモミジです。珍しい。赤くて普通のイロハモミジです。ドウダンツツジです。野球場4面ありますです。野球場の左側の道、北側の道です。真ん中にテニスの壁打ち練習場があります。練習場の右側、南側に陸上競技場があります。